皆さんこんにちは。こんにちは。いつも通りモンストやっていきましょう。行きましょう。まあ、僕のキャラクターがあれなんですけども。いいね。え？コニー強い。いいね。あ、で、どなたかあれになってもらう。そう、ホストにお願いします。じゃあ私なります。今日はどこ行くんだ？今日はイベントクエスト火車、火の車、名前なんだっけ？募集じゃないです。君は参加する側だ。まあ一応これ見せようかなと思いまして。車内は灼熱？地獄行きの特急。これですね。これ私ロールライがいい。重力バリアが玄関が出てくるんで。へえ。じゃあハレックス。出た。大好き。え、私はコニーでいいですか？ハンターじゃない、ヘラクレスしかいないですけど。レチリで友情コンボ爆発でいいんじゃないですか？あ、爆発私持っていこうと思ってましたけど。いなり。僕のレチリードまだこんな感じですよ。コニーよりはいいんじゃない？え、コニーの方がいい。ハンターキングはヘラクレス、まあ、進化は前。ヘラクレス前です。あ、ヘラクレス前。え、でもえ、めっちゃ強いやん。ちょっとざじゃなんか属性的には進化前のこの段階で攻撃力2万とかハンターキング、いや、ヘラクレスでいいよ、うん、これでいきますか。オッケー、反対属性だけどこれでいきます。そんなこと言ってる場合じゃないから。爆発性出た方がいいかな。そうしよう。はい、参加。ちょっと待ってください。絆ポイント溜まっちゃうんじゃない？お？あ、マジですか？あ、マミルトンさんまだ立ててない。あ、立ててない、はい、ヘラクレス、はい、はーい、しゃー。お、イナーリが行くで。はい、はい、高橋君に胸を貸してやろう。お願いします。行きます。スタート。慎重に、でも今いつもより慎重に行かないといけないですね。そう、ハンターキングアンチ重力バリアでしたっけ。ええー、とハンターキングじゃない、いつもハンターキング。そう、ヘラクレスン、僕のヘラクレスンです。ヘラクレスンなんかヘラクレスンってなんか漫画かなんかに出てきませんでしたっけ。あ、いいね。で、村井さんはやつが動くやつなんですね。そうですね。あ、やばいやばい。で、あ、僕じゃない。マミルさん。暴れます、ね。お願いします。全然出放題です。で、取って。はい、行け。なずりなずり。あ、からの。からの僕はどうしようかな。可愛いな。な、殴りに行ってみますよ。ヘラクレス可愛いな。可愛い。まだ進化前ですからね。えい。あ。爆発は無属性だから関係ない属性は。なるほど。シャッシャー、ナイス。ありがとうございます。起きた掃除か。え、起きた掃除なんか今日大丈夫ですか皆さん、なんか名前がね、名前がみんなポヤーっとしてポヤーっとしてますね。おお、あ、なんかすごい上からコン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 。待て、一列すっげえ。これ落ちたら落ちるとでかいぞ高橋。僕めっちゃでかいっすよ。来い、モンストン。くっそ。まあでもあれもね、僕足りないので、 あったらあったでいいです。あ、出た、あいつか。これ僕もう稲荷に爆発してもらうしかない。ドン、うん、離れた方が良かったかな。大丈夫じゃない。大丈夫ですかね。この人がどんな攻撃をしてくるのか。全…ヘッドは出ないで。あ、でも大丈夫じゃない、そこなら。あ、動いた。動くんだ、そうだ。あ、おうおう。あ、でもちょうどテキーラの上に、うん、位置調整してくれた、うん、逆にどれくらいかな。あ、で、行け。しゃーい。意外と当たりねえな。あいつらでかいのか。カスタ、カスタあげですね。あと爆発なんでね。そうっすね。半分。いいね。うん、おお、取んの忘れてた。これ取んないと僕だいぶ。お金がない。あ、でもお金問題も解決されたんだ。あ、そうなんすか。うん。ね、賛否両論のマミルトンに帰省したらですね、あのボーナスステージで帰省したんですよ。お金の亀の時に。お金はね。そしたらあの一番高い亀が2体だか3体ぐらいポン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 落ちまして、それ売ったらもう解決、解決、終わり、終わり、いない、
稲荷リしか合ってなかった。おー、結構食らった。これ結構痛いですね。痛い。なんか僕の方が食らってたんで、あれ属性関係あるんですかね。倒した。あいつだけ倒そう、まずは。ありがとうございます。え、ああハート育てる。あ、そうっすね。あ、倒しちゃうかな。おお、超ギリ。え、これ何もしなくていいですか。横貫、横貫でね、クロスレーザー出るんですよ、僕の M ですけど。当たんないんじゃないの。当たるわ。じゃあ横貫してみましょうか。えい、当たった。あ、でも倒さない。セーフ。1800。え、セーフ。まあ属性反対やから。そうです。あとこの人の友情コンボはそんなに強くないです。うまい。うまい。シャー。うめ。次で黄色になるはず。Thank you。なった。お願いします。完璧ですね。いいね。あ、ボスだ。これリセットしたのが夢のようですね。まるでしてないみたいな。あれが夢だった。普通のプレイみたいな。そうですか。すごい。超すごい。下手作4。これやばいっすね、あれ。やばいな。僕にとって抜け作を倒しましょうか。下の抜け作2体とか倒しとかない。間に、おー、ナイス。それそれ、そのヤマトタケルプレイ。ヤマトタケルプレイ。ストライクショットだ。打てねーなー。あー、そうっすね。もう、敵すごい顔してますね、敵ラネさん。え、うん、あ、やべ、やめろ。近い。重輪細かく移動してる。そこまで食らわなかった。で、うまい。強い。お、ナイス。いっそ、いっそじゃない。上の2人も、上の2体を倒しましたね。で、村井さんが普通に殴って倒す。おお、なんかすげえ、なんだ。拙者はまだ未熟者じゃ。全然そんなこと言ってない。多分せ、せいぐらいしかあって。ちょっとね、これ固定放題で上行ったら怒られるんですけど、でもこの辺の上に行きたい。そう、減らして、あー、減らせなかった。にゃんこ、にゃんこじゃないか。を倒した。ヘラクレス、ヘラクレスン。こんぐらいかな、こんぐらいかな。はっ、おい、あぶねえ。すごい攻撃で危なかった。で、かすっただけ。あいつ、牛タンがなかなか。牛タン、ヤギ、あの、ゴートシューレーターのヤギみたいでした。うん、まず牛なのかどうか怪しい。次のところまでダメージいっちゃうかな。あ、遊んであげましょう。ストライクショット。シャー。石炭が足らんのだって言ってる。あ、石炭が足らんのか。コフなんだ。コフなんですかね。そうなんですかね。ノルマが足りとらんのだ。またさ、ゲージどれぐらいするゲージ。でも80何万だったから。いや、あ、ちょっと、あー、ランダいっちゃいます。じゃあ私が近づくことになるんですよね、このランダ。行ってしまえ。ワクワクが止まらないぜ。しかしこれである。ただ進化後のヘラクレスのランダはクソ強いっすよ。へー、あ、そうだ、重力割り。なので進化後にご期待ください。お前の中ではまあまあ強いキャラなのかと言って怒られてしまいました。クソ強えからって言われて。上に入れ。全然上行かなかった、ごめんなさい。で、こいつ、あ、爆発か。出れない、出れるかな。なんか引っかかりそうですよね。あ、よっしゃ、出た、よっしゃ。倒して出る。すげえ。倒して出る。すごいな。なんだかんだダメージ結構食らうな。逃げる。投げてもなんか役に立たない感じだね。なんかね、今回ね、僕いてもいなくても変わらなかったんじゃないかという
でもなんだかんだ結構与えた4万ありがとうございます。しゃ、探しちゃった。攻撃ターンはちょっとあれですね、確かに遅らせる。行こうぜ。で、下に潜れ。稲荷なんだっけ。メテオ、メテオ。あ、いいね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 。バーン、ドン。あ、いいじゃん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 。で、あれをスルーさせて、次の衝撃があれじゃないですか、 1.5 倍とかになる。普通に殴りに行った逃げるべきだった。じゃあ、イキラさん行きます。お願いします。イキラさん、とどめを刺してやってくれ。これでも倒しそうですね。完璧やな。シャー、オーケー、おー、ナイス。回収、素晴らしい。これ落ちたら僕使えるのかな。キャラ的にどうなんでしょう。データ見ないと。データ、そうですね。まあ落ちてから考える話かもしれない。まあまあ落ちない可能性の方がありますからね。なんだ。ただおお、きた。おめでとう高橋くん。わあ、ありがとうとしか圧倒的感謝ですよ。あ、僕これ初なんですね。渋い顔してる。で、来る。お金も手に入ったじゃないですか。はい、金の仮面、なんかすごい強そう、見てくれが。はい、というわけで、あ、そう、あ、そうだ、キーサーポイント、フレンドじゃないから違うんだ。私今高橋くんに申請しといて。マジっすか。じゃあこのタイミングでしよう。マミルトンに申請でいいんじゃん。あ、フレンドポイント、何それ370って何。いや、今僕が持ってるのが370。村井さんいいのか。私は大丈夫、今してる。はい、さまーす。で、これ多分村井さんとマルチやったから、また僕オーブ2人目で。マミルトンとね、やった時、今日来ました。あ、次の日に届きました。うん、届いてたです。で、ゲットしました。なのでモンスト攻略アプリの方でチェック。あ、今、あ、でもこれ今日公開してないか、モンスター。あ、まだいないんじゃないか。出てないっすね。801番。え、出てない、まだ。あ、もう出てないっすね。まだ出てないっすね。これ僕の逆順にしてあるんで。はい、じゃあ戻ります。マイボックスのどれだ。火車、一番上。あ、これか。アンチ重力じゃないですか。おお、いいね。火車なのか、貨車、貨車か、わかんない。なんか妖怪でそんないましたね。いましたよね。なんかあと宮部みゆきの小説であります。ファイヤーって読むのかなこれ。ファイヤーファイヤーで、アンチ重力バリア、停車駅は地獄の三丁目、ストライクショットいいな。それ使いたいすごいな、名前がすげえな。パワーアップ。で、ロックオン衝撃波、これ進化後は見れないか。見れないっすよね。でもクレイジートレインだよ。おお、名曲じゃないですか。じゃ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 ららら、じゃらら。はい、でロックオン衝撃波6。どれぐらいなんでしょうね、強さとかは。ただ今の僕にはかなり使えるキャラなんじゃないかなと思います。うん、炎とかね、あのワラーよりもね。ワラーとかね。高橋くんレチリめっちゃ持ってる。あ、レチリ結構溜まってますよこれ。すげえ、はい、こいつですね。はい、というわけで、はい、火車なのか貨車なのか分かんないんですけども、無事倒せました。なんか僕がいなくても倒せたんじゃないか疑惑があってですね、非常にちょっと悲しい一戦となりました。はい、じゃあ皆さんありがとうございました、はい。高橋くんの日々のプレイは、あ、そうですね、高橋くんチャンネルで。はい、毎日ですね、こんな感じで最初からリセットしたので、また今3日目かなというわけでやっております。僕のチャンネルで毎日動画公開しておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ブドリボマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。